はいこんにちは自然療法チャンネルブナの森です、えー、今回ク間、えー、スクルトゥーラ4000を普段乗りに、えー、したいなっていう動画を上げたばっかりなんですけど自転車屋さんにいつも行く自転車屋さんに行って相談したらちょっとそれもったいないんじゃないのっていうことで、まあ、いろいろなんか話してて最後の最後に「これなんかどう?」ってあの出してきたのがその。 手作,り手作りといいますかその自転車屋さんが古いパーツをコツコツと、えー、インストールしてくれて、えー、作ってある、えー、ロードバイクの,そのフレームに、えーまあ、クロスバイクの、まあ、一文字だとかっていうハンドルがついてるそのクロスロードっていうんですかね、まあ、それを、えー、デュラのブレーキとかついてるんですけど3万円で譲ってくれるっていうことになりました。えー、今度それを写真動画、まあ、ブログなんかで ご紹介し,したいと思うんですけど今日このある、えー、歩って自転車屋さんまで行ってその乗って帰ってきたいと思います。であのー、普段乗りに使う自転車であまあ考えてたのはあのー、やっぱり雨の日とかも乗ったりすると思うんでその泥よけがついてたりだとかスタンドがついてたりだとかベルがついてるとかライトがついてるとか、えー、まあガチャガチャ乗っても。 気にならなならいような程度のものもそれからあ,のあんまりいい自転車乗ってるとその盗難にビクビクしなきゃいけないので重い鍵持ったりしなきゃいけないとかいうのがありますからちょっとスマートじゃないなということであの、まあ、安物であればいいってわけじゃないですけど、まあ、目をつけられにくいですし盗まれにくいので、まあ、そういう方が23万の,そのママチャリとかそういうのが私は安心して乗れるしいいなとかって考えてたんですけど。 えー、3万円でその、えー、クロスロード乗れるんだったらそれがいいなということで、えー、今回買いました、えー、まだあの乗ってないので分かんないですけど良かったですねでただ今回あの泥除けとか全くついてないですほとんどロードバイクの装備で、えーまあ、ハンドルだけ一文字っていう感じです、えー、そうですねディレイイラーとかはククロスバイクの,あの やつとかがついてるんでまあ本当にクロスロードっていう感じのものでした。えー、まあ今回そのクロスバイク買いましたっていうあのーまあ、動画これだけの動画なんで申し訳ないんですけどあのー、普段乗りに使えるような、えー、まあ、スピードが出すぎないことっていうことであのー、街乗りですごいスピード出して走ったらやっぱり危ないですからね。ああのー、私はあんまりそん あとその街乗りに必要なその装備があって、まあ、そんなにこう高級で目がつけられないようなものがいいなっていう気楽でいいなっていう、まあ、そこが、えー、街乗りで街乗り自転車で考えていたことでしたあと、えー、からその、えー、今日撮ってきたクロスバイクのご紹介をしたいと思います、えー、今回の動画は以上になります